マジ俺本当に両面ついてないから、ね、じゃあちょっとカメラの名前と大学名と名前を、明治大学の石田智樹です。ご自身はここまでハンドボールやられて一番思い出に残ってることってどんなことですか？思い出に残ってることですか、まあ、最近ではやっぱ一番先日行われたインカレで、筑波大学に負けてベスト4を逃してしまったっていうのがやっぱ一番自分の中で強くの新しい思い出というよりは辛い経験でした。じゃあご自身の中でハンドボールっていうのはどういう存在ですか？自分の中では一回こう小学校の時とかに大怪我をしてハンドボールができなくなってしまうかもしれなかったところでやっぱりこう復活してずっと13年間やってきたんで、まあ、生きがいですかね。なんか一番面白いところはどんなところですか？面白いとか展開が早いところ、やっぱり見てて攻守が激しく入れ替わるのが面白いかなと思います。石田さんはちょっと体の線が細くて当たられるとっていう部分が一番だと思うんです。その辺はどうですか？自分で。そうですね、自分やっぱりこうご飯頑張って食べてるんですけど、やはりこう線が細いので、体幹トレーニングをしっかり取り組んで、もうあと一回り大きくなって当たり負けしないようにやりたいと思います。ご飯はどれぐらい一日食べてますか？そうですね、朝1合、昼 1.5、夜 2.5 ぐらい食べてます。合計4合？合計 4.5 から5合は食べてます。お茶碗にすると何杯ぐらいですか？お茶碗にすると丼飯で食べてる感じ？いや、お茶碗で食べてます。お茶碗で食べてます。お茶碗だと 4.5 合だと結構ありますよね。結構です。はい。あとおかずは何が好きなんですか？おかずは自分は鶏肉とかを安いところで胸肉とかを買ってきて冷凍させといて調理してます。離れて暮らしてるっていうのはどうですか？自分で一人でやってるっていうのは、まあ、プライベートな時間が多くできるんで、まあ、その辺はいいかなと思います。逆になんか嫌なことはあります？一人暮らしで。どうだろう、こうみんなで集まってるところにちょっと自分だけ少し離れてるんでなかなか行けないのはちょっと寂しいです。でご自身で一番得意なプレーはどんなプレーですか？得意なプレー、やっぱ自分の持ち味はスピードとジャンプ力なんで、速攻の出だしがやっぱ一番自分の中では得意なポイントです。で、この冬はこういうところにポイントを置いてトレーニングしたいなっていうのは何かありますか？サイドシュートの確率を上げることがやっぱ一番自分の中では大事だと思ってるんで、リーグでは良かったのにインカレではこう雰囲気に飲まれてしまうってことを経験したんで、そこを毎回の練習で 100% で決めれる選手になりたいと思います。大きい試合になるとちょっと緊張しちゃうとかそんな感じですか？緊張は今まで全然自分しないタイプだったんですけど、こう2年ぶりでこう全国大会を経験した時にやっぱりこう雰囲気的にこう飲まれてしまった部分が自分の中であったんで、そこをやっぱ修正していきたいです。じゃあ来シーズンに向けての意気込みお願いします。来シーズンは今年1年生から入ってきてもうずっと悔しい思いをし続けてるんで、このメンバーでしっかり一から練習すればインカレでてっぺんまで登り詰めると思うので、チームをまとめつつしっかり意識して自分の中でも課題を見つけて練習に取り組んでいけたらいいと思います。